でね、夜ね、もう私お腹いっぱいで爆睡したよね。で、ワタメが起きたからあれだよね、ワタメ一人で温泉行ったんだよね、あの人。あ、そう、一人で貸し切りだったよ、深夜の温泉。あら、いいじゃない。歌いながら入って。あ、マジ。でそれでちょっと聞いたんですけど、ハーゲンダッツを食べたんですか？え、なんで知ってるの？ワタメ、ハーゲンダッツ食べたらしいよっていうタレコミがありましたよ。内緒って言ったのにな。あれ？おかしいね。湯上がりに、あの温泉の前にね、あったんだよね、ハーゲンダッツの自販機が。あ、あったね、あったね。まあ、ボタンちゃんと、まあ、夜入った後食べるかって言ってたんだけど、うんうんうん、ボタンちゃん寝てたから、うんうんうん、まあ、ハーゲンダッツも食べたかったから、うん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 、食べました。一人で食べたと。え、ちなみにさ、旅館の人がさ、はい、夕食食べて帰ってきた時にさ、夜食ですっつって焼きおにぎり置いてくれてたじゃん。結局私寝ちゃったじゃん、うん、で朝起きてパッて見たら1個減ってたから、あ、渡部は焼きおにぎり食べたんだなとは思ってた。食べた。あ、ハーゲンダッツも食べたんだね。うん、あ、そうかそうか。焼きおにぎり食べて、食べて、梅干し食べて、食べて満腹で寝た。